高校野球、物議を醸すワンプレー。第106回全国高校野球選手権の山梨大会準々決勝のワンシーンがネット上で物議を醸している。波紋を広げているのは、18日に行われた昨年の選抜王者山梨学院と昨夏甲子園出場の東海大甲府の対戦。結果は4対1で東海大甲府が準決勝へ駒を進めた。問題のシーンは、山梨学院が2点ビハインドで迎えた5回の攻撃、2アウト2塁の場面。続く打者のレフト前ヒットに二塁走者が激走し、本塁でヘッドスライディング。クロスプレーとなったが、捕手のミットからボールがこぼれてセーフとなり、1点を返した。しかしこの際、球審から死角になるところで走者が捕手のミットからボールをかき出しているのではないかとの疑惑が浮上した。中継映像を確認すると、走者はタッチに行った捕手のミットにかぶさるようにヘッドスライディング。その後、自分の胸元に潜り込んだ右手を動かし、その手を払った方向にボールが転がった。19日現在、SNS などでは問題の映像が拡散。プレーについて批判の声が多く寄せられている一方、真偽が不明なだけに、過剰に叩くのはかわいそうと抑制的な声も上がっている。こういうことがあると、今まで実力で勝ってきた試合まで、卑怯なことしてだったと言われてしまうから、注意しないと。山梨学院が甲子園に行ってたら、もっと拡散されていたであろう。いろんな意味で、東海大甲府が勝ってよかったよ。野球漫画でもなかなか思いつかないラフプレイで、ある意味想像力と実行力がすごい。ランナーが左腕で、キャッチャーの左腕をロックして、右手でミットからボールを取り出しててボイってしてるようにしか見えない。この記事を読んでから、バーチャル高校野球のダイジェスト動画を見たけど、5回表がバッサリカットされてた。まさに高校野球における強豪私学の勝利至上主義の典型ですね。まず守備妨害でアウトでしょ。それを見過ごした審判も、問題これで負けてたら大問題だよ。日本航空校のベース、踏み忘れといい、山梨大会は見どころ満載です。今の世の中は怖いなぁ。誹謗中傷だけはやめてあげてほしい。